になったな。これ4まで生きてるな。4まで静まったようじゃな。ゾクメ、まだ生きておるぞ。ちょ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 、そんな、瀕死はどうした。そんな、ちょっと待ってくださいよ。ちょ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 、いってちょ、待て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 って、待てってお前ら、もういった待てって、待て待てってお前ら、これどこ火抜けられないのこれ、待て待てってお前ら、あったあった、助かった助かった、助けてください、助けてください、助けてください、あっぶねえあいつら、ちょあんまり調子に乗らないよ、あ閉まったわ、あおじいさんどうしたの、おばあさん誰、薄汚、ありがたいや、ありがたいや、何が、何を拝んでいる、はい、お前さん千宝寺を知らんのかい、千宝寺って、千宝寺、金剛山の千宝寺、金剛山の千宝寺、尊いお方がそこにおわす、さあお前さんも拝んでみ、え、ありがたいや、ありがたいや、え、どういうこと、下に何かありますか、下に何かある、下に何かあるっていうこと、水じゃん、だって千宝寺も何も水じゃん、あれ何、あ、あれ取れるだけじゃん、あれが取れるだけじゃん、こっちはここから抜けられるのか、ひょっとして千宝寺来たぞ、千宝寺ありがたや、あ、何もねえ、罠じゃねえ、罠で下から落ちてくるとこじゃないのこれ、なんだよ、巫女殿とエマ、あ、草笛、クロウ様、クロウ様、黒源ですね、エマ殿、分かっています、源一郎殿がお待ちなのでしょう、天守の上階に戻ります、なるほど、何やら悲しい、あの時吹いてくれた足の羽笛じゃ、この度はそなたが音を頼りに、お前、え、エモ、エモエモエモ、激エモじゃん、はい、いや忍びの、忍びの掟忘れてはおらぬよな、狼よ、主は、主は絶対なんだ、あ、ここ開くじゃん、ここ開くじゃん、なんなんここ、開いちゃったわ、はえー、こっちもあるよ、あ、こっちは閉ざされてるのか、で、池ポチャゾーンへと続いてると。なんかこっちの蔵みたいなとこ開いちゃいましたよ。大丈夫これ。え、なんかアイテムがあるな。ここは、ここも開くのか。あ、ここも開く。おー、こっちからも来れるのか。どこと繋がってんの、階段、あ、ここも、ここもお堀になってんだ。下と繋がってんのか。なるほど。ここ落ちていいところかな。落ちないとあれだ、取れないもんな。三条、いただきに参った。岩薬、まあ、これだけかな。さすがに、木箱とかは壊れない。てか、こういうところにアイテムとかあるのかな、まあ、ここは、あ、ここ、このでか、あ、待って、なんか、ありますよ。器物ありますよ、ここに。これ使ったとこショートカットになってるとか。そんな、新しい器物か、これ。こんなところに、どこ、ここで、新しい、全然新しいところに。検出、これどこだろう、盗み聞く、この辺りに忍びが入り込んだそうだ、探してくれ、わしじゃ、あ、頻繁でも、あ、頻繁に入ってんな忍び、それだけ、それだけ戦が近い、だからこそ放っておけぬ、なるほど、そうだんだな、戦が近いんだよ、こういうことだ、つまり、あ、な、戦が近かろう、危ない、いっていっていって、てめえやりやがったな、ワンコロナッツもいる、よせてめえら、大丈夫、はじき切り、かっこよすぎる、あまりにもかっこよすぎる、わあ、デブが2体、デブが2体いる、あっちにもなんか銃兵みたいのが見えるな、見渡すか、しゃがみつつ見渡そう、あっちに、銃持ったやつと何人か、そこにもいるな。デブ。とりあえずデブやれるかな?しゃがんでいこう。これ見つかる?いや、大丈夫。大丈夫。私は忍者だからな。
気配を遮断することができる。これ大丈夫かこれ。来るか。いや大丈夫。デブなら分かれない。やっぱデブ来る。デブ来る。来ない。だからてめえはデブなんだよ。死ね。デブ。おっしゃんみたいな顔しやがって。あちょ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 すみませんでした。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 これどうしようかな。どうしよう。一旦あの銃撃ってるやつのとこ行くか。危ないだろう。危ないだろう。そんなもの向けたら危ないだろ。行ってめっちゃ早くから撃たれた。あいつはなんだ。俺は鳴らしてんじゃねえぞ。鳴らす間も与えぬこの早業。ちょっと隠れるか。一旦隠れるか。なんだここ、よくわかんねえ。あ、こっちもなんかある。なんだここ。あっちにも道があるな。あっちにも道があるのか。あ、ここあれか。あの最初に来たところか。最初に来たところだな。最初に刀ない状態で囚われてたところじゃん。うわうわうわ、ハゲが来る。ハゲ、槍持ったハゲが来る。槍ハゲ、あ、槍ハゲバカだ。やべ、デブが来た。やべ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 。いや、バレてない。あいつらマジバカだからよ。全然分かってねえじゃねえかよ。今じゃ、おら、これ気づかれるか。すぐしゃがめば、あるいは大丈夫。あのデブ、今やるチャンスか。うわ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 、バレちゃった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 。バカめ、終わりだデブ。死ね。そして気づかぬお前もお前だ。さらばだ聞こう。天柱決まった。この先、え、なんか誰かいんな。誰かいますね。ちょっと見つからないように行きますか、これ。見つかっちゃったんじゃないの？やべやべやべ、なんか強そうなのいる。すげえ強そうなのいるけど。いや、隠密したいよ。隠密したい。隠密したい。隠密、隠密、隠密、バレずに隠密。なんかこれバカじゃんじゃないの？ひょっとして。ひょっとしてバカですよ、こいつ。死ぬ死ぬ死ぬがいい。おら、貴様の負けじゃ。やべ、おぶね、おこい。うわ、そう、月はガードできない。やばい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 。なかなかの、なかなかの猛者と見たこいつ。何連撃来てるの。最後の一撃が重い。もう全然昼間で行って、マジ？復活、復活。マイステン取った。何？取ったのに取れない。取っても取れないぞこいつ。どういうことだ？体幹パナオか。体幹がパナイのかこいつ。なんだこいつ。何やってる？行って、やばいやばい。すげえ火力がだけ。どうなってんだこいつ。よしよし。おお、怖え。超火力、超火力やで。こいつ放ってあっち行ったらどうなる。いや、俺にはそんなことはできない。俺は逃げ出すなんてことはしない。おお、重て。おいしょ。なぜ取れない。なぜこいつの槍は取れない。俺の見切りでも。くっそー、必殺。助けて、見逃してください。見逃して、見逃してください。どうか見逃してください。まあ、だいぶ強すぎんだろ。台に触れる。なすこと なせ、それが未だ見出せぬ。分からぬのな。君は何を私に授けられた。曲がうるせえな。曲がうるせえよ。いや、うるせえ、あいつ。あいつ、どこまで。これを見にここまで来たのか。ほんまや、これ、それだけなのか。で、あいつがいるのか、あとはあいつがいる。そして俺はあいつを超えなければいけない。どこ行った、あいつ。あ、いいんじゃん。ふん、ふん、ふん。くらい。やばい、あいつ強い、マジで強い。うわー、こいつちょっと強すぎる。ちょっと生まれ故郷見てえな、あっち。私の生まれ故郷。始まりの地。あれ、誰かいない。あ、どうしたどうしたどうした。なんだあいつ。なに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 。あ、こいつ、え、
ネズミ？え？何？まこと、染み入る、美しい。どういうこと？じゃが、誰かを乞うような。どこか悲しい音じゃった。声をかけ。誰を呼んでおる？もう一度聞かせてくれ。何何？え？なんだこいつ。わしは熊野神左衛門と申す。熊野神左衛門。堀周りの見回りを任せられております。見張りじゃん。見かけぬ顔だが、いずこの組将か。明かせぬ。明かせぬ。明かせぬとな。言えぬ。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。おー、いいやつ。でこいつは何なん結局。時に忍び殿はこの辺りで三味線の音を聞いておられぬか。いいえ。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。なるほど。知らないんだな。忍び衆ならばもしや心当たりがと。なるほど。いや、忘れてく。何かあるのか。なんかいない。おおお、あ、こいつ、え、話しかけない方がいいんじゃない。忍殺したら。忍殺できますよ今。こいつネズミちゃうん。え、話しかけちゃおう。あやつの言っていたふぬけの狼、おらんようだな。後ろにいるんだよな。まあ、ふぬけ狼だな。生き恥をさらす忍びなど一度見てみたかったが。なんで身長高いやつばっかなのこんなに。まことに死なぬなら機会はいくらでもあろうでの。え、貴様、あやつの言っていた、ふぬけではない。え、どういうこと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 、いきなり何なんですか。うわ、すさまじい蹴り。うわ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 、助けて、誰か助けてください。うわうわうわ、誰か助けてください。え、何、木陰衆八足。木陰衆八足誰や。お、助けて助けて、襲われてます。助けて助けて、襲われてます。忍び殿の音、知らないとか言ってる場合じゃない。知らないとか言ってる場合じゃないよ。そんなこと言ってる場合じゃない。俺にいきなり切りかかった罪、重いぜ。この殺してやる。ヘイ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 、なに、うわ、下段だ。なるほど、少しはできると見た。貴様、なかなかの忍び。なるほど、蹴りで突進してくるタイプの。なに、おお、ぶね、こっちでござる、食らうでござる。おおおおおお、こいつも腕がね、わっぶ、ああ許せぬ。俺がお前に、てか狭いんだよな、このステージが根本的に。根本的にステージが狭い辛さがある。よし、ここでつけ、いやー、いってー、ステージ狭すぎる、いって、やばいやばい、飲め飲め、来るな来るな、俺の神経をくれ、俺の神経をくれ。あいつめっちゃ来る、飛んでくるだろどうせ。おっぶね、くれあっぶね、何がどうなってるか全然わからん。握ったり、わーお、蹴りが強い、
いや、つえー、これ、誰なんだ、いやー、つえー、なんなんだ、こいつ。前はそっちの脇道行ったけど、こっちを見てなかったな。こっちのなんか正面ルートみたいな方を見てなかったから、こっちからちょっと行ってみるか。敵が多いな。皆の衆、分かっておるな。え、来たるべきは芦名存亡の戦。なんかボスみたいなのがいる。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。おう、なんかめっちゃ鼓舞してんじゃん。芦名のために、めっちゃ鼓舞してる。一応ここからなら狙えるけどな、周りのやつが邪魔すぎるな。さすがに、さすがに周りのやつが邪魔すぎるから、周りのやつからちょっとずつ忍殺していくのが一番いいかもしれない。よいしょ、ちょっとずつ数削らせてもらうぜ。じゃあ明日忍びなんでこの辺で失礼しやすぜ。ふっ、忍殺、よし、最後の一体だ。お前の家臣は全て死んだ。あれ、あいつ気づいてなくない？え、嘘だろ。脅威の無関心じゃん。そんなに無関心なことある？そっか。こんなに近くで殺してそんなに無関心なことある？あ、でも一応警戒してんのか。一応警戒はしておりますね。だからてめえはもう終わりだ。さらばだ。さらばだ、聞こう。さらばだ。かわいそうに。かわいそうに。だからここでてめえはもう終わりなんだよ。いっぱいいっぱい。で、これね、一回ね、一回これ逃げます。でかこれ逃げていい。俺、こいつらを 4体倒す時にね、分かったことがある。で、こいつはね、追いかけていくの。こいつはね、結構追いかけていくの、途中まで。で、こっちまでは来ない。で、こっちまでは来ないんだ、こいつは。こっちまで来ない。下がっていく。で、後ろ向いて、いずれ後ろ向く時が来ると思うんだ。よし、後ろ向いたよな。後ろ向いたよな。後ろ向いたところで刺しに行く。あ、でもこれ気づいてるからもう入札できないのかな、後ろ。入札できないのか。いけんのこれ。いけんのかな、怖いの。無理だな。無理だな。なんだ、ダメじゃねえかよ。ダメだったわ。じゃあ、しょうがねえ。行ってやってやるか。こいつ、刀が長え。刀が長え。よし、ちょっとずつ刺しに行く。よっしゃーら、なめ、うおおちょっとずつ削ろう。ほら、はじき、いなさ、よし、よしよし、ちょっとずつ削ろう。ちょっとずつ削ろう、そんなに強いやつじゃない。好きかよ。おぶね、削れ、こいつの攻撃、見切れ、よし、なめらな、奥義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 、オウギ、オウギ、いなせ、いなせ、なんだこ、なんだこ、うわっ、あいつの連撃がなかなかの強さだった。俺のターン、ドロー、モンスターカード、いなせ、いなせ、いなせ、連続で弾き切れで、あぶい、前スクでごまかした、いやー、すえー。もう喋ってる余裕がなくなるぐらい強い。傷玉ゲッチュ、こいつなかなかの、なかなかの強さだった。でも刀のやりは、刀的はまだやりやすいな。リーチ長いやつが結構きつい。お宝箱、何これ、お宝、わー、何これ、いえ、あー、紙職人って何、紙食べる。こちらから開かないのか。あー、でもこっちにもありますよ。こっちもあるな、こっち行ってみるか。でもこっち何階にあるのかな。うわぁ、なんか城下町がいっぱいあるのか。あーね、あーね、城下町になってるのか。うわ、なんか敵がいるな。敵下にいるなら忍殺してやりてんだが、誰だ俺に気づいてやるつ。上か、逆にむしろ上なのか。むしろそこに誰かいるのか。誰がいるんだそんなところに。おいおいおい、困った野郎だぜ。そんなところから俺を見やがって。なんだあいつ、なんだあいつ、おい、行って行って行って、なんだこいつ、なんだこいつ、新たなる敵、新たなる敵、
よし、気をつけろ。忍者みたいなカラスが。あ、待て待て待て、金だけ回収させてもらおう。お前の死体はゴミ箱行きだ。よしよしよし。うわぁ、見晴らしが素晴らしい。見晴らしが素晴らしい。陰を踏んでいく。広いな。でも落ちても平気。一応落ちても大丈夫なのか。ちょっとずつ、下の輩を倒していくか。トン！たまらねえぜ。ステージが広いな。あそこのやつはちょっと印刷したい。ニンニン。忍者だからね。でも敵がいっぱいいるな。印刷言うても、言うても敵、あいつら登ってきちゃうかな。いや、とりあえずお前を倒す。印刷！バレそう。黙っとけお前は。やべ、バレた。敵が多すぎる。敵がちょっと多すぎる。一時上に避難しよう。おお、誰誰誰誰誰誰。たまたま降りた。この城の侍じゃないみたいだな。ああ、俺は忍者だ。それもかなりの手だれと。そういうことだ。言えぬ。まあそうくるわな。言えぬ。じゃあ一つ取引しないか。この辺りの侍どもを黙らせてほしいのさ。ああ、ちょ、俺が、ちょ、ま、ちょ、やべ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 、ちょっと、俺が黙ることになる。なになに、ちょっと、やめてください、お話中ですよ。やばいやばい、なんかめっちゃ来てる。待って待って、黙らせたい、黙らせちゃい。黙れ、あとてめえだ。私の切りのが断然早い。よし、さらばだ。さて、お話の続きをしに行くか。あいつちょっとかわいそうなことになったな。俺と一緒に切られたな。話の途中だったな。約束の礼だ、受け取ってくんな。なんか話の途中だったが片付いた。北かのろしの確証覚書、アシナの忍び、より高衆が使う道しるべののろしについて、アシナの城の高い屋根上には、薄桃色ののろしが置かれていることがある。あれは、北下州、寄せ高州の道しるべなのだ。最もあののろしをたどれるものだとやつらだけだ。じゃあな、旦那、縁があればまた会おうぜ。なるほど。でもこいつもまた俺と関わっちまったってことは、俺が死にすぎるとこいつも竜害を発症してしまうんだろう。なんてことだ。責任が重大すぎる。あそこにもいるな。あそこにもいるから、ちょっと倒させてもらう。うわ、やべ、バレた。どこだ？横から？下から？あそこにアイテムを出したやつがいる。後で回収する。どっからバレてんだ、これ。あっちか、上か、てめえか。俺の存在をバラしやがったな。よし、さらばだ。いい、この爽快感たまらねえぜ。あ、のろし、これか。ピンクの紫の桃色ののろし、これをたどると何があるの。たどったところでじゃない。あ、あっちにもある。あっちにもある。え、のろし、のろしたどったら何になるの。ちょっといいや。とりあえず下のやつ。おめえだよ。おめえだ、おめえ。うわ、最後だ。まい。貴様も同じ運命にしてやろう。俺が忍者だ。やべ、やべ、怪しまれてる。違うんです。怪しいものじゃないんです。やべ、バレちゃった。バレちゃった。見逃してはもらえるものかな。ならば仕方ない。天中、お命いただく。ここにもアイテム。鉄くずって何に使う？あそこさっきの拝みババアか。拝みババアだから、ここ一応帰ってきたことになるのか。じゃあ、あのピンクのあれをたどったらいいのかな。ピンクのあれたどるしかないもんな、もう。あっちにも一応、あ、なんかいる。なんかいいんじゃん。なんかいいんじゃん、こいつ。あ、こいつ傘の野郎だ。よし、傘のやつめんどくせえからな。よし、これで倒しておく。こっちから登れそうだ。あののろしの場所が、ピンクの
だが終わりだ。俺の剣技をくれ。俺の剣技をくれ。さらばだ。逃がさぬ。逃がさぬ。断じて。あの煙んとこやっぱ行ってみるか。あ、アイテム。当編別にいらねえんだよな。当編俺あんまり使ってないんだよな。このアイテムなんか言うほど使えない気がするんですけど。このピンクののろしをたどると何があるんですか。ピンクののろしをたどると。ピンクののろしまで来たぞ。俺は。この先はあっちか、あとあっちか。あれか、あそこになんかアイテムがあるのか、さては。見切った。見えた。そこにアイテムがあるな。さては。小僧。そこのアイテム。これか、岩薬しかねえじゃねえか。あとは、あそこ。あっちになんか行って。いや、2匹いる。2匹。行って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 。あぶねえ野郎ども。ちょっと一回気づかれたから。見つからないのを待つか。これ飛ぶか。ちょう。いやっ。うわっ。わわ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 。激しい。激しいよ。うわっ。後ろ。だと。なんだこいつ。なんだこいつ。おら。やめろ。いや。うわっぶね。ちょ待て、いやきつ、何あいつ、いやちょっときついっすよ、あまりにもきつすぎる。下に来た、下に来やがったか。ちょ外役とか、ちょっとここで逃げるわけにはいかない。なんとか一撃で倒してえな。借りは返す、必ず借りは返す。どこ行きやがった。あっちに嫌がるのか。あいつだ、あいつ、あいつだよ、あいつ、あいつに印刷してやりたいけど、こっち向いてんのかな。こっち向いてそう。さすがにあいつは正面から行かないとダメそうだな。やってやるよ、てめえ。よくもさっきやってくれやがったな。あ、これ上行けるのか。よし、ここから殺せる。これてめえをやれるな。あ、やべ、やべ、騙しに来た。だが終わりだ。これで終わりだ、構造。まあでもこっちもあるな。あっちにもアイテムがある。そこのタコ糸みてえのすげえ気になるんだけど。これ切っちゃおう。えい、あれ、あれ切ってええんちゃうん、これ。えい。ダメなのか。ダメなのか。そもそも綺麗なものなのか。